茨城マチ看板。茨城面白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 研究所。どうもデレデレデレスケです。はい、山中隆俊です。オスペンギンです。どうもです。さあ、新企画ですね。はい、というわけでね、茨城町看板ということで、結構ね、市町村ごとに、はいはいはい、こう看板ってあるんですよ、実は。看板、市境とか、ほうほうほう、人通りが多いような場所とかに結構立ってる、うん、その町を PR するような看板。あー、なる、はいはいはい、市町村ごとで PR してるやつありますね。はい、あれを、はいはい、私はその市町村ごとの看板を町看板と、なるほど、勝手に呼んでまして、はいはいはい、で、まあね、もちろん茨城県内にもいろいろな町看板、はい、それぞれのがおそらくあると思います。確かに見た記憶がありますわ。はい、よく見る、我々がね、うん、よく見るものもあれば、はい、まだ見たことないものもきっとあるかもしれないということで、実はよく見るともしかしたらすごく面白いんじゃないかな。るほど、なるほど。まあ、ちょっと僕の妄想混じりでございますけれども、はいはいはい、その町看板をね、いろいろご紹介していきながら、はい、ああだこうだ言っていこうかなと。なるほど、はい、思います。こちらです、ご覧ください。どうぞ。さあ、どうですか。おお、これまあちょっとあえて、はいはいはい、その市町村名が出るところを今隠して、まあ、ちょっとクイズっぽくね、はいはい、していってるんですけど、あ、見てる方もね、ぜひ当ててほしいな、ね。太陽と緑豊かな小玉スイカの里、はいはいはい、ほにゃららだとこれはでもね、あれじゃないですか、もう分かりやすいんじゃないかな。そうですよね。もう、小玉スイカって入っちゃってるんで。はい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 。もう僕はもう大体分かりましたけど。あ、じゃあどこだと思います？筑西市。お、実はですね、正解でございます。いやいやいや、これ分かった。筑西市でございます。え、これちなみにさ、はい。何、国道沿いやっぱり。これは国道沿いですね。これだから見たことあるよね。これは我々も何回も通ってます。実は記憶にはないんだけど、多分こんなのがあった気がするわっていう。はい。で、ちょっとね、この、まあ、町看板、うん。これね、ちょっとね、実は、よーく見ると、うん、すごい工夫があるんじゃないかと私、妄想してまして。どういうこと？実はですね、うん、まあ、まず、うん、この文字の色。色、はい。ね、太陽とか、はい、小玉スイカっていう文字は、はい、赤です。はいはいはい。でね、緑豊かなの緑とか、はい、あと小玉スイカの里のの里、はい、この辺が緑です。はいはいはい。で、他の文字は、まあ、黒です。お、筑西市とかね。はいはいはい。つまり黒と緑と赤の文字でこう書いてあるんですよ。はいはい。まさにスイカカラー。なるほどね。スイカの皮と種と実。そうですそうです。はあ、なるほど。種だったり、まあ、模様だったりね。あ、模様とか。まあそう。なので。実はこの文字の中に、なるほど、ちょっとスイカを表してるんじゃないかという。いや、それそうかも。じゃない、なかなかその3色選ばないじゃない。そうなんですよ。赤、黒、緑ってなかなか、そう、他の色も混じってもいいし、青とかね、はい、黄色とかあってもいい気がするから。で、さらにですよ、うん、これだけじゃなく、うん、こう一番上に、うん、まあ、小玉スイカのオブジェが載ってるんですけれども、はいはいはい、ここなんですよ、僕が言いたいの。何？これね、正直普通のスイカと比べたら、うん、まあ、オブジェなんで、うん、かなり大きいです。うん、ね、現実的に、まあ、ありえないレベルの大きさのスイカです。はい、本物だとしたら、はい。小玉スイカを PR したいのに、はい、ね、もう、大型スイカより大きいスイカになっちゃってるわけですよ。うんうんうん、どういうことかわかりますこれ。いや、わかるんです。つまり、小玉スイカね、まあ、小玉スイカの小玉は、まあ、小さいというだけの意味ではないんですけども、はい、まあ、小さめのスイカじゃないですか。はい、その、小玉スイカ、はい、普通のスイカより、はい、ビッグな存在になってほしいという願いが多分込められていや違う、あえて小さい玉じゃなく、いや普通の玉より大きい、それさ目立つようにだよ、この大きさは。でもそしたらもう普通のスイカだとみんな思っちゃうんで。いやいや、だから知らない人は、だから大きくして目立つようにしてるだけですよ。でも普通のスイカだと勘違いされちゃうと思うんですけどあえてそうしたのはおそらく、ビッグな存在になってほしいと力ないうことだということで、まあね、こう、未来への希望も込められた、おしゃれな街看板だと
いうことでございます。なるほど、いいですね。はい。まず僕が見たら、こうでっかい丸に、はい、垂れ幕がバーって合う感じじゃないですか。あ、まあそれ。めでたいよね。オープンしたスーパーとか、うんうんうん、出すじゃないですか、そういうの。はいはいはい、はい。風船に、ああ、ありますね。オープンとか。はいはい。そういう、なんか、にも見えるから。形的にはね。はい。めでたい感じもしてる、ね。確かに確かに、そういうのあるかもしれないです。あ、いいですね。こういう感じね。はい。確かにちょっとこれはね、皆さんもね、見てほしいね。そうね、ちゃんと見ると、してなんかあ、意外と、ただね、文字書いてあるだけじゃなくて、こだわってるんだなというのが、うん、なんか伝わってくるところありますんで、ね、まあ他にもね、街看板、たくさんあります。覚えてはいないけど、全然見てるもんね。そう。この動画をね、撮ろうと思ってから、やっぱちょっと記憶にするようにしたら、はい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 、まあ、あ、やっぱ個性がありますね。そうね、いや、面白いですね。はいはいはい、というわけでね、皆さんも、お近くの町看板、見かけた町看板、ちょっと注意して見てみてはいかがでしょうか。はい、皆さん、また次の看板もお楽しみに。はい、皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散、よろしくお願いします。あ、見ました、今のお願いの仕方。シンプルに頭を下げただけに見えましたけども、このように来たんですね。こう風に乗って思いが伝わるように。いや、面白い。仰いでいた。はい。仰いでたんです。近読みしすぎなのよ、今日。こういった街看板でございます。看板じゃないですよ。お願いします。ぜひ本当にお願いします。